魚釣りにおける海の危険な生物は、釣りを楽しむ人にとって重要な情報です。海で釣りをする際に、誰もが注意すべき生物があります。例えば、クラゲは海の中で見かけることがあり、刺されると痛みや腫れを引き起こすことがあります。さらに、毒を持つウツボやアカエイも釣り人にとって危険な存在です。これらの生物に触れたり、刺されたりすることによって、怪我をする可能性があります。その他にも、ウツボやシャークなどの大型の魚に捕まると、怪我をする可能性もあります。したがって、海で釣りをする際には、周囲の環境や生物についての知識が重要です。これらの海の危険な生物に対する理解を深め、予防措置を講じることが、安全な釣りを楽しむために必要不可欠です。最後に、釣り人は、自然環境を楽しむ際に、海の生物と共存することが重要であることを肝に銘じておくべきです。魚釣りを楽しむ際には、海に生息する危険な生物について知識を持っておくことが重要です。以下に、海で注意が必要な危険な生物を10種類挙げます。1、クラゲ、特に水クラゲやカツオノエボシなどは、刺されると痛みやアレルギー反応を引き起こすことがあります。2、ウニ、トゲのあるウニに触れると、刺さって痛みを伴うことがあります。特に黒いウニは危険です。3、フグ、一部のフグは毒を持っており、誤って食べると致命的な中毒を引き起こすことがあります。4、サメ、サメは通常人間を攻撃しませんが、特定の状況下では危険です。特に小さなボートやサーフィン中に注意が必要です。5、エイ、エイの鬼は鋭い棘があり、踏んでしまうと刺されることがあります。特に砂浜での釣りの際は注意が必要です。6、ヒトデ、一部のヒトデは毒を持っており、触れると皮膚に刺激を与えることがあります。7、アカエイ、アカエイは尾に毒針を持ち、踏んでしまうと非常に痛い思いをすることがあります。8、イソギンチャク、一部のイソギンチャクは触手に毒を持ち、触れると痛みやかゆみを引き起こすことがあります。9、カメ、ウミガメは通常はおとなしいですが、攻撃的になることもあります。見た目が岩に似ているため注意が必要です。